吉田勉です。今日は多摩ニュータウン環境組合多摩製造工場にやってきております。今まで議会がやっておりましたので、この全部終了をしたところで一つ施設見学をお願いしました。質問に関わることなんで、せっかく見せていただきました。ここに、この楽人灰というのと楽人灰中の貴金属というのがあります。こういったものを取り出してより高く販売するというふうにお聞きをしたところです。この灰については一番手前の方、ちょっと見にくいんですが、手前の方にその楽人灰というのがありまして、まあ、私が見たところちょっと大きめの粒になっております。向こうの方にはまた別の灰がありますが、おそらくこの非灰なんだろうと思いますが、そうしたものの灰の中で楽人灰というものを取り分けるというふうにすると、これが高く販売できるというふうに説明をお聞きした次第であります。これは昔からこの日の出町の方に行って、この太平セメントさんがそこにプラントを持っているところで、このセメント化をしている材料にされているものだというふうに承知をしております。太陽セメントのこのそうしたプラントの建設当時、そちらの方の組合員をしたこともありますし、非常に懐かしい思いもしたところありますし、資源を大事にするという観点でされているという話を今お聞きをしたところです。吉田勉でした。終わります。